はいどうもチェリーです。なんと本日はチェリー国王のチャンネルが開設してから1周年になりました。わーちょいちょい、おめでとう。いやーこれもね皆さんのおかげですよ。はっきり言ってね、去年かな、去年の5月11日、まあ今日5月11日ですけど、 YouTube のチャンネル開設してやり始めたんですけど、あんまりやる気がなかった。実際チャンネル登録者も伸びんし、コメントもまあしてくれる方いるから嬉しかったは嬉しかったんですけど、あまりにも再生されない、動画が頑張って出しても動画が再生されないということで結果が出なかったんでね、まあそれは誰しも最初結果が出るわけはないですけど、結果が出ず楽しくないなって思ってて、今年の1月に、福袋の動画を結構出したんかな。そっからなんか結構ねコメント来るようになったり、チャンネル登録が増えたりして、目に見える結果が割と出てきてね、こっちもモチベーションがガーッと上がってきて、それは別にチャンネル登録増やそうとかいう気ではなかったけど、こうやってコメントが来てくれるっていう、目に見えて結果が出るっていうだけで僕は嬉しかったんですけど、まあそれでねやる気が出てきて、まあコツ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 、まあたまにサボりつつもあったけど、こうやって890人ぐらいかな、チャンネル登録者ができて、もう嬉しさでしかない。毎日コメントしてくれてる方々、本当に感謝でしかないね。そらコメントしてくれなくなった方もいるんですよ。やっぱり分かってるんですよ、うん、今この動画見てるか分からんけど、それはやっぱ寂しい俺も。でコメント初めてしてくれる方もね、もうみんな分かってる。いつもコメントしてくれてる方なんかも全然覚えてるし、コメントせんくなった方々もめっちゃ覚えてる。正直まだ少ない段階やから、ほとんどの人は覚えてるかな。だからもう、今ね、こうやってチャンネル登録してくれてて、今この動画を見てる。で、コメントしたことない。もう気軽にしてくださいよ。もう何でもいいよ。キモいとかでもいいもん。キモいでも俺嬉しい。そのコメント一件増えるだけでも俺はめちゃめちゃ嬉しい。もう力になるもん。あ、見てくれてる人おんねや、ちゃんとっていう。コメントしてくれるってことは、まあ、何かしら、やっぱり俺に、気があるっつったらおかしいけど、まあ、ある程度の興味を持ってコメントしてくれてるわけやから、そら好意は持ってないかもしれんよ。ただうざいっていうだけかもしれんけど、やっぱり何かしらの興味を持って見てくれてる、コメントしてくれるっていう状況やから、俺はかなり嬉しい。プラスに捉えるからね。うん、まあこうやって言うとキモいとか死ねとかいうコメントがこうへんくなるんやろうけどまあチェリー国王ね、1周年迎えたわけですよ。こういう感じで皆さんあってのチェリー国王で、本題なんですけど、チェリーここね、今1周年迎えて悩みの種が一つあるんですよ。それがね、やっぱりいろんな YouTube、まあ、YouTuber の方々たくさんいますけど、やっぱり動画を更新するのって大変なんですよね。まあ いわゆるネタですよ。ネタを考えるのってめちゃめちゃ大変。やっぱりなんぼお金かけようが、なんか面白くなかったらあれやんか。やっぱり俺もまあもう実際面白いことしようとは別に思ってないし、俺がただやりたいことをただ動画で出してるっていうだけで、まあ、もしかしたら面白くないと思ってる方々もたくさんいるかもしれないんですけど、結局のやっぱり YouTube って自分がやりたいことをやるわけやんか。それお金稼ぎのためにやってるって人もたくさんいると思うけど、俺は今まだその段階にも、そのステージにも達してないし、俺はただアニメが好きでみんなとこうなんか共有していたいっていう気持ちがあってやってるんやけど、いかんせんネタがないと。ということでね、やっぱり1周年っていう記念の中で、僕はもうお願いしたい。Amazon の欲しいものリストを載せるんで、1個でもいい。誰か送ってください。お願いします。こじきで言ってください。やっぱり、大きい、別に高いもんが欲しいっていうわけじゃないよ。視聴者から、なんかプレゼント1個でも来れば、それを1個ネタにできるっていうので、でかいよ、やっぱり俺からすると。前回の、2月24日の誕生日の時かな。あの時まだチャンネル登録も少なくて、その何ももらえなかったんですよ。まあ今でももらえれんと思うよ。こんなさ、ちんけな、何言ってるかわからん男にさ、プレゼントあげてどうなんのっていう話やんか、やっぱり。けどね、心優しい方がこの800何人、まあ900人弱の中にいるんじゃないかということで、今お願いしてるんですよ。もう、こじきでも何でも言ってください。もう、何でもいいです。1個でいいよ。安いのでいいよ。お願いします。ネタにしたいよ。ってちょっとうざいな。もう、これしつこいな。まあほんまにもう心優しい方がいれば、
もうプレゼントお待ちしてますんで、視聴者プレゼント第1号ですよ。視聴者プレゼント、視聴者じゃない、視聴者からのプレゼントが第1号よ。俺はもうプレゼント、まあ何個か、何個かじゃないな、まだ1個しかしてないか、まともには。まあこれ今後やする予定もあるけど、まあ実際はね、もうこの5月11日でチャンネル登録切りよく1000人ぐらい行って、プレゼント企画みたいな感じでやろうかなと思ってたんですけど、まだ1000人行ってないからね、もうあとちょっとってとこなんですけど、とりあえず1000人行ったら、プレゼント。まあ知ってる方々もいるとは思うんですけどね、そちらのプレゼントガツンやっていきますんで、まあ今後ともね、まあちょっと今後ともねとかで終わらそうとしてるけどね、ちょっと古事記っぽいプレイをして申し訳ないんですけど、まあ今後ともチェリー国王好きなようにやっていくんでね、ぜひぜひコメントの方お待ちしてますんで、これからもよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。